さん、こんにちは。花丸ココです。大変お待たせいたしました。福岡 Vlog 後編、始めていきたいと思います。三沢駅に到着し、駅から徒歩15分ぐらい歩いて、カエルがたくさんいることで有名な、如意輪寺に来ました。ここは夏の間、とあるものがたくさんあることで有名なんです。なんだと思いますか？進んで確かめてみましょう。石段をしっかり一段ずつ上がって。お、ちょっと見えてきました。じゃーん。見てください。風鈴です。境内にもたくさんの風鈴があり、夏場のジメジメした気持ちを涼やかにしてくれました。心がとっても癒されるお寺でした。お寺を満喫した後は、福岡といえばそう、焼き鳥ということで、八兵衛に来ました。お友達と乾杯。見てください。美味しそうな串がたくさん来ました。豚バラの塩焼きと、大好きなぼんじり。カリカリして美味しかったです。こちらは軟骨とろりって言って、軟骨なんですけど、とろっとろなんですよ。モッツラレラチーズのベーコン巻きです。チーズがとろっとろで美味しかったです。あとやっぱり鶏皮ですよね、串といえば。どれも美味しかったです。追加でまだまだ食べちゃいました。博多といえば一口餃子も食べなきゃっていうことで、テイクアウトで一口餃子も買いました。じゃーん、こちらです。片手だとうまく撮れていないんですけれども、この後ね、カメラを置いてね、食べたらもう一瞬でなくなっちゃいました。一口の中に肉汁がたくさん詰まってて、本当に美味しかったです。3日目、1日目に行けなかった福岡市博物館に向かいました。ここでは、鈴木敏夫とジブリ展に行ってきました。のれんをくぐると、一気にジブリの世界です。神様だー。かわいい。あ、こちらも神様。琥珀主がいました。ハク様。そして大好きなトトロにも会えました。可愛すぎます。ツーショットをパシャリ。今回の展示の目玉である浮き出る文字のコーナーは圧巻でした。夢だけど夢じゃなかった。バルス、ここで働かせてください。名言がたくさんあって懐かしい気持ちが思い浮かびました。そしてそして顔なしもいました。かわいい。ここの顔なしさんはですね、喋ってました。あーって。湯婆婆のおみくじもあって、鳥さんもいました。私に似てる気がする？展示は初めて行きましたが、とっても見るところがたくさんあって楽しかったです。福岡の締めは、水炊きに来ました。水炊きって初めて食べたんですけれども、まずは味のないスープの中に具材をどんどん入れていって、だんだんと味に深みが出ていくので、その旨味を味わうというようなお料理でした。お肉がとっても柔らかかったです。
こんな感じでグツグツ煮ます。唐揚げもすっごく美味しかったです。カリカリジュワジュワだった。お箸でね、このお肉を持とうとしております。皆さんにね、この柔らかプルプルさを伝えるために、おあ、おー美味しかったです。お野菜もたくさん食べれました。とっても上品な味がして、心がポカポカする味でした。お土産もたくさん買いました。福岡最高でした。皆さんもね、ぜひぜひ福岡に旅行に行く際は、美味しいものいっぱい食べて素敵なところたくさん行ってくださいね。ではでは、最後までご視聴ありがとうございました。明日もいい日になりますように。